今回こちら、撮影スペースに全然収まりきれてないんですが、箱がちょっとでかいんですよね。EXQ フィギュア、ソードアートオンライン、アリシゼーション、キリト&ユージオっていう、から、キリトですね。で、キリトとユージオが出てるそうなんですが、キリトしか売ってなかったんでね、こちら買ってきました。中古屋さんで500円だったかな。で、メーカーはバンプレストですね。で、EXQ フィギュア、美少女系が多いかと思うんですが、少しずつね、まあ、こういう男性キャラも出ていますね。まあ、どうなんだろうね。まあ、そこそこ大きさもあったと思うんで、ちょっとね、楽しみに開けてみたいと思います。開封して、組み立ててみました。まあ、組み立てって言っても、体は接着されてあったので、剣持たせて、台座。で、この台座がこんな感じなんで、友情と合体させるのかな？で、ちょっと剣がはめにくいっていうか持たせにくかったのと、台座にもちょっとはめにくかったですね。まあ時期が冬なんでね、気温が下がってるんでっていうのもあるかもしれないです。で、顔もまあまあかな。ちょっとキリと似てないの多いんですけど、まあまあかな。前にご紹介した風流の分よりはいいけど、同じバンダイさんが出しているこちらと比べるとちょっとなっていう感じですね。で、大きさ的にはね、前回ご紹介しましたあの風流さんの分とスケール的にはほぼほぼ同じなのかな。こんな感じですね。ちょっと風流さんのやつやっぱさ無表情だよね。で、こちらが割と大きさもあってちょっと全然収まりきってないんですけどね。割と大きさもあって、の感じでね。シワ表現もいい、なかなかですし。なかなかね、いいんじゃないかな、と思います。同じバンダイさんの分と比べるとね、大きさ全然、こんな感じでね、違うんで、まあ、アリシゼーション編のこう、なんだ、学園編っていうのかな。で、は、こちら、いいかもしれないですね。もうちょっと顔かな、っていう感じですね。風流さんの分と比べると随分クオリティは高いですね。で、剣の表現がね、気になるんですよね。フィギュアによってバラバラなんですけど、これも黒い感じっすね。あんまり青要素がないっていう、風流さんの場合は青いんですよね、こんな感じ。っていう感じです。ちょっとね、大きいので、画面に入りきれてないので、どこまでね、紹介できたのか、ちょっとわかんないです。あれだね。靴は、こう、艶っぽい塗装になってるんだね、やっぱ。いいね。ちょっとね、もうちょっとうまいこと、ご紹介できたらいいんですけどね。撮影スペースの都合もございますのでご勘弁くださいと。はい。っていう感じでした。バンダイさん、バンプレストかが出しているフィギュアのご紹介でした。またね、フィギュアの紹介なんかもやりたいと思いますので、チャンネル登録等々よろしくお願いいたします。では以上です。ありがとうございました。バイバイ。